ご無礼します。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は、小泉孝太郎さんがプロポーズしない宣言。偉大な父親から言われた大切な言葉。結婚は40歳過ぎてからでいい。って言われていて。絶対に焦るな。男は20代。30代では、まだまだ見えないものがあるから。40歳過ぎて、心から惚れた女性と一緒になりなさいと言われていますと、孝太郎さん。こんな話題に迫ってみました。どうぞ最後までお付き合いください。また、チャンネル登録や、皆様のご意見もよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕、プロポーズする気ないんですよ。されたいんですよと堂々と宣言すると、ひろみさんは、お前は、相当問題あんぞ。プロポーズする気ないですよって、世間を敵に回してっからなと怒り吠えた。そんな小泉孝太郎さん、父は、あの元、内閣総理大臣で、小泉純一郎さん。弟は、現在、自民党、衆議院議員の小泉進次郎さん。政治一家でありながら、孝太郎さんは、芸能人志望で、21世紀の、石原裕次郎を探せに、オーディションに応募するも落選した。父親の内閣総理大臣就任時に孝太郎さんがイケメンと大きな話題となり芸能界入りした。元環境省の小泉進次郎衆院議員とあるテレビ番組に出演されるも、兄弟でのテレビ共演は初めてだったそうです。父親は元日本の総理大臣を務めた小泉純一郎さん。政治一家に育ちながら政治家とならなかった理由を聞かれた孝太郎さんは、政治家という仕事は自分には荷が重すぎると思ったからですと明かしたが、44歳の孝太郎さんは芸能界で20数年いてリズムってできちゃうし、どこか諦めている部分もあります。結婚がしたくないわけじゃないんです。夢に挑戦して今ここにいるわけじゃないですか。そこで家庭の幸せも願ってしまったらいけないと僕は思うんですねと話したが、恋愛は数年してないけど女性は大好きですよと孝太郎さんはこんな驚きの発言もして共演者を爆笑させていたそうです。小泉孝太郎さんは本名小泉孝太郎、神奈川県横須賀市の生まれ、1978年7月10日の生まれ、現在は45歳、血液型 AB 型、趣味はスポーツ、特技は野球、日本大学経済学部第2部経済学科中退。遠い親戚に石原裕次郎さんがおられるようです。 YOSHIKI さんから一言芸能界に入った方がいいよと言葉をかけていただいたことがきっかけで本格的に芸能界入りを決意したそうです。翌年に父純一郎が内閣総理大臣になると複数の芸能事務所から声がかかり芸能界入りを果たしたそうです。しかもタイミングよく父親が内閣総理大臣に就任した。4歳の時に両親が離婚、父は元内閣総理大臣小泉純一郎さん、弟は現在自民党衆議院議員の小泉進次郎さん、三男は宮本吉永さん。小泉純一郎さんのもと、奥様の宮本佳代子さんは、宮本アソシエーツ代表、伝説の不動産コンシェルジュ、学在学中に、小泉純一郎氏と結婚するも、三男が妊娠中に離婚され、大手不動産会社に就職後、営業のトッププレイヤーになり、積み重ねた努力により、都心再開発のプロジェクトを成功に導くなど、その人脈が高く評価され、現在は、複数の企業の顧問を務められているそうです。離婚された後、33年間の沈黙を守った後、現在は、公の場でも講演活動を行っておられるそうですが、毎回、会場満員が続いているそうです。小泉純一郎さんは、1978年から1982年まで、経営コンサルタントの宮本佳代子と結婚しており、長男は小泉孝太郎さん、次男は小泉進次郎さん、三男は宮本吉永さんです。孝太郎さんは幼少期から俳優の上地雄介さんとは家で寝泊まりするほど仲が良いそうです。上地雄介さんといえば2008年に島田紳助さん番組司会のクイズヘキサゴンでブレイクし、その番組から派生したグループ羞恥心の一員として音楽活動を開始しました。翌年には雄介の名義でソロデビューし自ら作詞を手掛けました有名人ですね。さて小泉孝太郎さんの話題に戻ります。小泉孝太郎さん、
ドリフターズと同じ事務所である伊沢オフィスに所属していて、今は亡き碇谷長介さんにデビュー前から役者のいろはを教えられ、年の離れた兄弟のようだと気に入られていたそうです。孝太郎さん自身も夢に出てくるほど碇谷長介さんを慕っており、師弟に近い関係であったようです。しかしあまりにも偉大な父を持ったことで、周りからは親の七光と言われ、デビュー当時は爽やかな好青年だったが、特筆した能力を発揮できずにしばらく停滞に時期があったようです。しかし碇谷長介さんに影響を受けながらも、コツコツと俳優業を続けながら徐々に力をつけ、ブレることもなく好青年キャラを長年維持していたことが功を奏して、最近ではまたテレビドラマで見かけるようになりましたね。父親が退いた後も、実弟の進次郎さんが政治家として話題になることが増えているので、孝太郎さんも負けずに頑張りたいところでしょう。孝太郎さんの結婚について、父親の純一郎さんが語った深い言葉とは、結婚は40歳過ぎてからでいいって昔から言っていて、絶対に焦るな。男は20代、30代ではまだまだ見えないものがあるから、40歳過ぎて心から惚れた女性と一緒になりなさい。さすが素晴らしい言葉ですね。孝太郎さんは早く結婚しなくてよかったと思うこともあるそうです。話しながら見せる爽やかスマイルは、劇中で見せる意地悪な表情とはまるで別人。俳優たちの結婚ラッシュが相次ぐ中、独身を貫く小泉孝太郎さんに結婚について聞くと、僕はまだ結婚を諦めたわけではありませんよ。周りが諦めてるだけなんです。僕としては奇跡的な出会いがあればいいなって思うんですが、悠長に構えてるからダメなんだよって友人たちにダメ出しされます。僕って昔から何をするにもスロースターターで、いつものんびりしていて、結婚に関しても昔から遅いんだろうなって感じていました。だから焦ってないんですよって、これがダメなのかな。また一方で、早く結婚しなくてよかったと思うこともあるそうです。もし結婚が早かったら、女性に対して厳しかったでしょうし、多くのことを求めていたと思います。昔は自分が思うようにいてほしいとか、女性はこうであってほしいとか、そういう昭和的な考えがありました。でも20歳30歳代と恋愛で学んできて、どうでもいいってことも大事なんだなぁと思うんです。そういった考えになれたのは大きいと思います。また思い描いてる理想の結婚式はありますか。こんな問いかけに対して、理想か、披露宴とかわざわざ出席するのに時間を作ってもらうのも申し訳ないし、だから両家だけとか、本当に仲のいい人たちだけを呼んで、自分たちのゆかりの地などでこじんまりとできたらいいですね。最後までお付き合いいただきありがとうございました。またよければチャンネル登録もよろしくお願いします。ご無礼しました。